と思います。ついでながら今見先生、先ほどのレジュメに戻りまして、こういうことがあるんですが、先生ですね、次の数字3つ申しますので何だか当ててください。172 98 191の数字3つなんですが、先生何だと思いますか。あなたが何か数字を述べたということさ。もう一度申します、はい、172 98 191。ですね、先生がこの本の中で、地獄編、煉獄編、天国編にそれぞれ当てたページ数です。ダンテは地獄編に4720、煉獄編に4755、天国編に4758と、まあ、多少産業ほどの違いではあるけれども、天国編に強い関心を持っていたということは、先ほどお話ありましたけれども、同じことが多分今道先生の方も、地獄編172、天国編191ですから、わずかな差ではあるけれども、やはり先生、初めに申しました通り、天国編が主体的な実態であるというお気持ちは確実のお持ちなのだろうなという感じがします。なぜか煉獄編がその半分なんですが、まあ単なる数字ですから、たまたまこうなったということではありましょうけれども、そんなことを、歴史家として感じたということを申し上げた次第です。今稲垣先生と私もお話申しましたので、岩見先生、何か先ほどの、補足も含めてお話があればよろしくお願いします。いろいろなことを勝手に言っていいということなんですけども、3人座っておりますので、多少は関係のあることを言わなきゃならないかと存じますが、最初に樺山先生がおっしゃった、チマブエとジョットの話がございましたので、美術に関することを一つだけ申します。ベアトリーチェをどう描くかということ、そしてどういう絵を載せたらいいだろうかということは、美鈴のこの館の担当をしてくださった成合さんといろいろ相談したんですが、この書物、お手元の書物の366ページだと、366ページをお分けいただくと、ダンテを導くベアトリーチェという絵がございますが、これはボティチェリの絵でございます。ですからボティチェリはダンテの、まあ、大きく言えば同時代者と言われるぐらいの近い人ですが、その人もやはり描いているんですね。それでこの書物に天国編の代表の絵としてベアトリーチェの顔が見えますので、なんだこんな顔かなんてあんまりおっしゃらないで、まあ、ボッティチェリが描いたものだというふうにして受け取りください。それから今のページ数はですね、天国編の中に煉獄が少し書かれておりますのと、それから地獄編は第一章は全部の序論で、その序論のところも含めて、あ、どうですか、偉いですね、やっぱり。そうです。それじゃあそういうことなんですが、どうしてまあなんていうか、煉獄編がページ数少なくて、天国編は割に多いのかっていうことについては、これがすみません、大丈夫ですか。シングルトンっていう、マチャールズ・シングルトンってアメリカでは一番、まあ、評判の、まあ、そうですね、3つほど評判のいいのがあるんですが、その1つ、3つっていうのは男性に合わせて無理に言ったんじゃなくて、本当に3人いるんです今。でもそのシングルトンっていう人の書いたこれがですね、原文なしのコメンタールだけです。でコメンタールだけで、なんて言いますか、パラディーソ、天国はこれしかないんですね。
ページ数で申しますと、607ページ。これがですね、プルガトリオ、すなわち、プルガトリオは、なんて言うか、煉獄850ページ。中だけで煉獄は850ページ、煉獄は607ページ。別にアメリカに反対しようってわけじゃないんですけど、大体その、ほとんどの、ほとんどの世界の、コメンタールの、元凶が、この本でよく表されていると思います。2、3冊その持ってこようと思ったんですけど、ちょっと重いのでこれで代表させますが、それぐらいプルガトリオ、つまり煉獄編については地獄編と同様、質量ともにいい注釈が出てるんでございますが、天国編はあんまりないんです。それというのも大体ダンテの研究家は文学者が多くて、これは当然でございますが、そうしますと天国編は割合に当時の自然科学と、これはまあ村上先生がいらっしゃればそれについてまたいろいろ詳しいことを教えてくださると思いますが、当時の自然科学、それも天文学でございますが主として、それから加賀山先生がおっしゃったように歴史的事情と、それから教会のその頃出てきた新しい伝承に関する注釈が充実しておりますので、ですから私は天国編が大事だ大事だとこう思ってるもんですから、かなり意図して天国編についてはたくさん書きました。それが2つ言いましたね。3つ言おうと思ってたんです、私断定に合わせて3つと思ってて、それで3つ、それは稲垣先生がそのなんか秘密のことは秘密だとかっておっしゃってましたから、それだったら私は稲垣さんに無駄な感謝の言葉を述べてるんですが、後書きの方も面白いございますからお読みいただきたいんですが、本当に稲垣先生がどういう理由か分かりませんが、松田先生に、それから加賀山先生にその話をさせたらどうだということで、このダンテの15回の講義が出ました。それで15回の講義の中でしばしば質問が出たのは、ダンテの因がどうなっているかということなので、それについてちょっとこの書物の343ページをお開けいただきますでしょうか。それで343ページに、こういうのは学者が見たら怒るんだろうと思うんですけども、とにかくダンテの詩はですね11音になっておりまして、カタカナで書いてもペルメスイワネララチッタドレンテと一応11になります。でこれの中には長く発音したり短く発音したりするのいろいろ違いがございますので、ドローレなんて言わないでやっぱりドローレとかというふうになりますので、それで私は大体数えますとですね15音ぐらいになるのが多いもんですから、日本訳はこの8、7で統一してみました。それから韻はですね343ページから、344ページにかけて書いてございますが、最後のところプリマーヨっていうオが出て、この O を一応 A としますとね、次のページにドロロソ、これみんな A ですが、どあ次がいいですね、344ページの1、2、3行目からの A ライルセコンドというところを読みますと O、A、O となってますね。 O、A ってまあ読まないで発音で言いますと O、A、O、 そうするとその行の2行目のあを今度次は受けてあ、え、あ、次の詩は3行目2行目のいを受けてえ、あ、えとこういうふうになります。それでそれをその記号で表すと BCBCDC ABABCBCDCD
DED とこうなります。ですから、まあ、日本訳もそれに合わせてみようという工夫はここだけしかできなかったんですけど、一応しておりまして、これは煉獄編で、そのなんて言いますか、煉獄の門がまたあるんで、その煉獄の門のところなんですが、我らの進んだ第一段はっていうのは、あの日本語ではって書きますと、それがはっていう音だっていうのが分かりませんので、ローマ字で書いてます。第一段は、ははあですから、それ白大理石が磨かれ光、いいですね、いい。我が身を鏡のように映した、だからあいいあです。そうすると2番目のいいが次の始めに来なきゃなくて、どうなってるかって、2段目の石はシソよりも濃い、ちゃんといいになって、それから焼けた色合いの荒れ肌石で縦にも横にもひび割れがあり、そうするとその次は前の詩の2行目がいいでしたから、いいえという発音なきゃならない。そこから登った第3段目、目はえですね、目、黒い半眼で赤く、硬い半眼で赤くきらめく、脈からあふれる血潮のようで、で今度前の詩の2行目がきらめくとうでしたから、次はうで終わらなきゃならない。その石の上に両足乗せる神の御使いは金剛石とおぼし石器に腰掛けている。だから本当はこういうふうに工夫していけば、ダンテの響きがどっかで伝わるという次第です。まあこの、その次も少しやっております。346ページですから、この辺りはそのなんて言いましょうか、陰に興味の終わりの方はちょっとお読みいただくと、苦心すればできなくはないということです。それでついでに、日本の詩にはそういう陰はないんだっていう説を大人になる方が いるんですけども、発音で見れば大丈夫なんで、例えば百人衆の何は型短き足の節の間も哀でこの世を過ごしてよとや、これも哀れな歌で、なにわ型に生えている足の節の間っていうのは短いですね。そのほんの短い枝でも合わないでこの世を過ごしなさいというのかという、まあ、荘門の歌としては哀れの深い歌ですが、それをローマ字に直してみますと、なにわ型短き足の節の間も哀でこの世を過ごしてよとやって、あおおおあというふうにして、客員はあるんですね。そして当員もよく見ますと、なにわ型のなと哀でのあと、それから節の間のふと、過ごしてよというのすというふうにして、あの因がございます。ですから、あの日本語の詩もローマ字で、直してご覧になると、案外ちゃんと客員とか当員がございますので、ついでに申し上げます。あとなんか3つ目があったんですけど忘れちゃいましたから、またなんかの時に。そうです、はい、ありがとうございます。あの今ご紹介ありました、344ページか43ページからのこの試みは、おそらくあの間道先生、かなりな時間をかけて、ああでもないこうでもないとなさったに違いないんですが、あの大変感心いたしました。この新曲全体で 14,200 行ほどありますけれども、これ全体をやるのはもう大変なことかもしれませんが、先生あの お暇になりましたら、ぜひとも新しい役をこういう形でもって作っていただけたらなと思います。あのちょっと申し上げますが、少し暇ができたら、私はあの未完成のね、やっぱりこう主張があるもんですから、それをやりますので、まあこれはそのまあ、どんなあの文芸作品でも世代を待ちますとですね、素晴らしい役が出てくるときはございます。もう今までもダンテの役は随分いいのが出ておりますので、これからまたいろんな工夫をしていい役がたくさん出てくるように期待しております。